除雪車のデモ走行です。運転席を見てみるとハンドルから手が離れています。これは日本で初めて実用化される自動運転の除雪車なんです。今日ネクスコ東日本が公開したロータリー除雪車は人工衛星の技術を使って自動で運転除雪が可能です。導入により2人で行っていた除雪作業を1人で行うことが可能になり、効率化や人手不足の解消が期待されます。この除雪車は今シーズンから道央道の一部区間で運用が始まる予定です。